しかるを、桓武天皇延暦三年十月二日、奈良の京春日の里より、山城の国長岡に移って、十年と一し正月に、大納言藤原の小黒丸、三義左大弁木の小さみ、大僧図賢慶らを遣わして、 東国、角野の,の氷、宇田の村を見せらるるに、両人ともにそうしていわく、この地の帝を見るに、左正龍、宇白子、全主尺、御玄武、詩人相応の地なり、最も帝都を定むるに垂れり、 と申すよっておたぎの氷におわします鴨の大明神につげもをさせたまいて延暦十三年十二月二十一日長岡の京よりこの京へ移されてのち帝王三十二代清造は 三百八十四歳の春秋を送り向かう昔より代々の帝王国々所々に多くの都を建てられしかども核のごとくの招致はなしとて桓武天皇ことに失誌おぼしめし 大臣工業書道の祭人らに仰せ合わせ、長久なるべき用とて、土にて八尺の人形を作り、黒金の鎧兜を着せ、同じう黒金の弓矢を持たせて、貧菓子山の峰に西向きに立てて渦れけり、 松代にこの都を他国へ移すことあらば守護神となるべしとぞ御約束ありけるされば天下にこといでこんとてはこのつか必ず命堂す将軍がつかとて今にあり桓武天皇と申すは 平家の農村にておわします。中にもこの今日をば。平安城と名づけて。平らかにやすき都とかけり。もっとも平家のあがむべき都なり。先祖の帝のさしもしっしおぼしめされたる都を。させるゆえなく。 他国他所へ移さるるこそあさましけれ佐賀の皇帝の御時平成の先定内史の神の勧すすめによって世を乱り玉石時でにこの京を他国へ移さんとせさせ玉石を大臣苦行 諸国の人民背き申ししかば、移されずして闇にき、一点の君、万丈のある時だにも、移し得たまわぬ都を、入道小国、人心の身として移されけるぞ、恐ろしき。 九とはあわれめでたかりつるみやこぞかし、往生守護の鎮守は、四方に光を和らげ、霊源首相の寺寺寺は、上下にいらかを並べたまい、百姓万民わずらいなく、五気七道も頼りあり、されども今は、辻辻を、 皆掘り切って、車何度のたやすう行き交うこともなし、玉坂に行く人も、小車に乗り、道を経てこそ通りけれ、軒を争いし人の住まい、日を経つつ荒れゆく、家々は、鴨川、 かつら川にこぼち入れ、いかだにくみうかべ、しざいぞうぐふねに積み、ふくはらへとてはこびくだす。ただなりに、花のみやこ、いなかになるこそかなしけれ。なにもののしわざにやありけん、ふるきみやこのだいりの柱に、にしゅのうたぞ、 かいたりけるももとせおよかえりまでにすぎきにしおたぎの里のあれやはてなんさきぃる 「花の都を振り捨てて風吹く原の末ぞ危うき。同じき六月九日の日信徒のことはじめあるべしとて象慶には」。の 帝の京土御門の最小の中将刀身の京奉行の弁にはクランドの左小弁行隆官人ども召しして和田の松原の西の野を転じて九条の地を割られけるに一条より下 五条まではそのところあって、五条より下はなかりけり、行事官帰りまいってこのよしを騒問す。さらば、針間の南の家、なお、津の国の小屋の家んという苦行仙義ありしかども、こと行くべしとも見えざりけり、 旧とおばすでに浮かれぬ。信とは、未だことゆかず。ありとしある人は、身を浮き蜘もの思いをなす。もとこのところに住む者は、地を失って憂え。今映る人々は、土木のわずらいを嘆きあえり。すべて、 ただ夢のようなりしことどもなり土御門の最小の中将の答身の許申されけるは異国には三条の航路を開いて終始の東門を立つと見えたりいわんや 五条まであらん都に、などか代理を立てざるべき。かつがつ、里代理作るべき。よし、議場あって。五条大納言、国綱の今日、臨時に、数王の国を賜って、増進せらるべきよし。入道小国、計らい申されけり。 この国綱の今日は大福長者にてお忘れば作り出されんことそうに及ばねどもいかんが国のついえ民の患いなかるべきまことに差し当たったる大事大上へ何度の行わるべきを差し置いてかかる世の乱れに 千と蔵代り少しも相応せずえの賢き御よにはすなわち代理にかやを吹き軒織だにも整えずりのともしきを見たまう時は限りある見つきも物をも許されき これすなわち、民を恵み、国を助けたまうによってなり。そう昭家の体を立てて、霊民荒け、真、阿坊の天を起こして、天下乱る。と言えり、帽子切らず、祭典削らず、 者飾らず、衣服あやなかりけるよもありけんものを、されば当の体操は、離散球を作って、民のついえをや、はばからせたまいけん、ついに輪行なくして、河原に松をい、柿にし茂って闇に蹴るには、 そういかなとぞ、ひと申しける。